藤本壮は、徳島県徳島市生まれの男性柔道家。5歳の時に柔道を始める。児童期に、不慮の事故に相いひり目を負傷。児童期から、青年期にかけ徐々に視野が狭くなり、視力も低下。現在は、左目の視力はゼロに等しい。2004年のアテネ大会で、パラリンピック3連覇を達成し、同年に、徳島県民栄誉賞を受賞。 国体柔道青年男子の部で徳島県代表として先方で参加。視覚障害者柔道で89連勝の記録を持つ。2008年のパラリンピック北京大会ではパラリンピック4連覇がかかっていたが、決勝でアルジェリアのサイドアリラムリに敗退し、銀メダルに終わる。2012年5月のパラリンピックロンドン大会 66kg 級代表選考会で、 広瀬誠に敗れ、5大会連続のパラリンピック出場はならなかった。2016年のリオデジャネイロパラリンピックでは、準決勝でアゼルバイジャンのバイラム・ムスタ・ファイフに敗れたが、3位、決定戦では、リトアニアのオスバルガス・バレエキスを破って、銅メダルを獲得した。これで、パラリンピックで獲得したメダルは5つとなった。ありがとうございます。